広いわ。ちょっときつい、きつい。普通にさ、パラしても距離が遠いもんね。端から撮って、向こうもちょっと遠いかなって思ったら、だいぶ遠いんだよ。しかもさ、厄介なのみんな競技者だからさ、体力あんだよ、基本的に。普通の子猿だったらさ、走れなくなってくる。この人ら絶対それはないね。いや、了解、綺麗なジャグだったな。うん、見た。すごいね。早い。蹴れねえっつってやりたくなる人。マジか。こんなあっさりと。ああ、俺らが散々苦戦したチームにあっさりと。あ、開いちゃった。彼新入りらしいね。あ、知ってるんだ。ああ、いいです。これだってパワープレイでドリブルしてって4秒経っちゃいそうだからね、ハーフ超える前に。4秒、自陣では。パワープレイっていうか、ゴレが自陣だと4秒以上持っちゃいけない。それはね、だって初心で。あ、もちろんもちろんそうなんだけど、で普通だったらさ、その簡単に出れるのよ。うわー、ゆうちゃん2対0。なんでこんなにあっさりと。さっきめっちゃ苦戦したんだけど俺は。2対0。えんちゃんいけ、一人で。そうだね、そういう。エンちゃんナイスショー。ゆうちゃん手から腰が手が腰から。もったいないな。これ引き分けてくんねえかな。引き分けてくんねえかな。そうだよ。だって結構苦戦したの。結構押し込まれてたんだよ。わー、エンチャンナイスワンアウト。嘘。やっちゃった。いや、すごいな。やっちゃった。ある。
うわー、ゆうちゃんナイスだ。あと25秒。よし、守りきれ。ラストワンプレーだからね。パワープレー、パワープレー。いやー、抜け目ねえなー。私は FC が、うん、ラストアンプレー、ラストアンプレー打っちゃった、もったいない。